今週の西田ビジョン、今週はですね、韓国の一方的な GSOMIA、包括的この安全保障の情報の協定ですね、この協定の一,般この一方的な破棄についてですね、私の考えるとか申したいと思うんですけれども、今日実はこれが8月の26日であります、ちょっと放送の時よりもですね、 えー、私の予定の関係で随分早い時に取ってるんですけれども、まあ、このジ・ソミア協定廃棄によってですね、まあ、一番困るのは誰かというとそもそも韓国自身であるはずなんですね。というのは、えー、ここ本当にひと月二月とですね毎週のように北朝鮮はこの、まあ、短い えー、距離のでありますけれども、いわゆる、えー、ミサイル発射の、えー、この実験を繰り返しているわけですよね。で、これは短距離だったら問題ないと言ってるのは、まあトランプ大統領言ってるんですけれども、それは要するに自分のところ届かないから、俺は知らんよという話なんですよね。しかし、まあその短距離で困るのは誰かといえば、日本もそうだし、韓国そのものになるわけなんですよね。 そしてこ,れをこの協定から抜けたということはアメリカの方にもそういう情報がいきませんからアメリカの,この在韓米軍もですねそういう情報がなかなか入ってこないということでそのことによってアメリカの防衛力も落ちてくるそれを引いては韓国そのものがですね痛い目に遭ってしまうということになるんですけれどもですから普通はですねこういう話は えー、軍事の専門家も外交筋からもですね、まあ、そういうことは絶対に起こりえないだろうと思っていたのが廃棄、まあ、したとで、これはもう軍事的な外交的な知識から来てるんじゃなくて完全に政治的な思惑からですよね、つまり青瓦台、韓国のムン・ジェイン政権、大統領府そのものがですね、まあ、政治的にとにかく、えー、この反日ということをです、ね、全面的に出してきているということなんですね。 でそもそも、このムン・ジェイン政権はもともと北朝鮮に対してですね、このムン大統領自身が北朝鮮の,この亡命してきた方でありますから、出身者ということになるんですけれども、まあ、そういうことも含めです、ね、同じ民族同士の問題として、北朝鮮は自分たちの腹からじゃないか、同胞じゃないかと、で逆にアメリカも日本もこれは異民族であるしですね、特に、えー、日本の場合には、 植民地ににされたという,ふうに思っているわけですねそして、えー、実際に植民地にしたのは実は、えー、軍事占領したですねこれはアメリカの方なんですけれどもねアメリカは日本が、えー、この敗戦した時からですね、えー、しばらくの間、えー、アメリカがこの軍事,軍事的に韓国を支配していたとその後とリ・ショバン政権ができているわけでありますけれども、まあ、いずれにしましても もうこの韓国はですねそう日本もアメリカもまあそういうふうに自分たちをまあ支配してきたそうであるとでそれよりもえこの韓あの同じ腹からであるえこの北朝鮮に対してですねこの親近感があるということなんでしょうねでそしてこのことはですね、えー、私はえ非常にあの明治時代の時のことを思い出すんですけれどももともと えこのあの当時ですね明治維新の前後というのはえこの朝鮮半島は李氏朝鮮の時代でありましてまあこれはえ清国その当時はえこの中国はこの清がですね支配していたわけでありますけれどもまあここに朝貢貿易をすること朝貢外交をすることによってまあ事実上の属国ということですよね保護国といいましょうかねまあそういう形でえ自分たちのえ王朝が認められてきたと。 で一方で、えー、その時代どんどんですね、えー、欧米列強が攻めてきているとで特に清王朝の支配していた、えー、この中国の大陸でもですね、えー、このアヘンをですねどんどんイギリスが、えー、この中国人に売ってですね莫大な利益を上げるとそしてその金でですね、えー、この そのお金を支払うためにですね中国は大変な損害を受けるとそこでそのアヘンの持ちてきた船をですね沈めてしまったらそれが元になってアヘン戦争になって。 えー、この結局もともとの、えー、問題はですね中国人に対してそういうものを売るイギリスに道徳的に問題あるんですけれどもしかし、まあ、自分たちの財産を、えー、大,大事な財産を、えー、この海の木図にしたじゃないかと弁償しろっていうようなことでですね結局は大きな賠償金そしてその結果、えー、このいわゆる香港が、えー、イギリスに取られてしまうわけですよね99年間という長い。 年月を活用期間として実、まあ、でそういうことが、まあ、あの100年前にはですね起こっていたわけでありますけれども、まあ、ということでありますから、えー、このままでは西洋に全部あのアジアは支配されるというところから、まあ、日本もですね、えー、早く近代化をして、えー、欧米化をしてですね、えー、彼らに対峙しなきゃならないで一緒に、えー、この朝鮮半島のと、えー、は ずっと日本はですね朝鮮通信使を通じて交流してましたからですね彼らにもそういう形で一緒に立ち上がろうというんですけれども当時の韓国にはそういうことが全くできなかったと。いや日本と一緒にやろうという人ももちろん出てくるわけですね。で同じような時代中国の中でもですねこの孫文彼らはですね自分たちの国が移民族のこの満州族にですね捕らえてしまっていると。 これを倒して自分たちの国を復活させようっていうのがこれ侵害革命で中華民国ができるわけなんですけれどもまあそういう時代があったんですけれどもえこの朝鮮半島ではそうならずにですねまあえ大親帝国の方がえ日本よりもですねはるかに上でえその彼らについておればいいんだというまあそういう主球派が結構いるといやそれからいやいやそれよりもえこれからロシアえこれがどんどん大きな えー、このヨーロッパで一番大きな国な国んだとでこれと手を組もうがいいじゃないかとロシアはどんどん軟化政策して自分たちの国が、まあ、これ本当に捉えそうになってるんですけどそういう方もいたとそして日本と手を組もうといういろんな方がいたんだけども結局はどれもまとまらずにですね要は、えー、この日清戦争によってですね、まあ、日本は韓国の独立を認めさせると。でこの新国に 対して立朝,鮮朝鮮の独立を認めさせたわけですよねで認めさせたんだけど結局最後は今言ってるようにどことも組んでできないもんですから、まあ、日本に併合するという道を彼らが選択してきたわけであって、まあ、日,本と日本が戦争によってですねこの朝鮮半島を取ったわけでゃ実はないんですけれども、まあ、彼らにとってはです、ね、いずれにいたしましてもこれは不名誉な歴史でありますね。 そしてさらにその後この日本が大東亜戦争で負けてですねポッダム宣言受諾をすることによってさらにこの中国それまで持っていた明治維新以前に手に入れた台湾もそうですし朝鮮半島そして樺太なども全部放棄することになっていくわけですけれどもね。まあ、ですから 彼らが独立運動してなったわけじゃないんだけども日本がアメリカに負けて連合国に負けてそういうことになったんですけれども彼らにとっては幸福節と言ってこれ日本に勝ったんだという話にすり替えられちゃってたしかし現実は違いますよね現実は、えー、そういった時代にですね、えー、朝鮮半島の一部でまあ、北朝鮮でですね このキム・イルソン率いる軍隊が日本軍と戦ったということがあったそうですその子孫が今のキム・ジョンウンだということになっているんですけれども要は北朝鮮はそういうですね現実に日本に対しての反日の,の兵を挙げたとですからそういう意味で言うと南側の朝鮮この韓国よりもですね向こうの方にある意味で言いますとこの独立という意識からするとですね筋があるわけですよね。 まあだからそういうことも含めて、このムン・ジェイン政権というのはです、ね、何か自分たちの歴史そのまま見ていくと、この韓国側がです、ね、本当にもう自分たちが寄って立つところが何も出てこないと、それよりも、この抗日をした、このキム政権のその先祖に対するです、ね、親近感というのがあるんでしょうか、しかし、これはです、ね、あまりにも現実を見ていない話だと思うんですね。 で今回のこの、えー、ジーソミアの破棄というのはですねまさに、えー、いよいよこのムン政権というのはですねもう本当に現実を見ないで自分たちの、えー、この歴史的事実も全く無視をしてとにかく、えー、この,あのかつて、えー、自分たちの先人ができなかった抗日反日を、えー、ですね今自分,自分自身がやることによってですね何か えー、そこでうさ、えー、を晴らしているのかもしれませんけれどもこれは本当に危険な選択だと思いますねしかし、まあ、それをです、ねえー、我々どうしようもないわけですね彼らが、えー、気がついてもらわない限り歴史の事実をちゃんときちんと共有して、えー、そこから話し合うということにならない限りですねいくら話をしようと思っても向こう側に全くその気がないわけでありますしそして一番被害を被るのは 韓国そのものもだと思いますで日本はそうした事態を受けてですね韓国はいかなることで日本にはそういう協力反日運動をしていこうとも自分の安全保障だけは守れる仕組みですねこれをしっかりこれから考えていくことが必要だとそういうことをつくづく感じさせていただいたあジーソミ a のこの破棄だ。 だととといいうことだと思います、えー、また、えー、違う情勢になるかもしれませんがしばらくこうした情勢が続くということで、まあ、非常に残念ではありますけれども冷静にこの事実を我々わ受け止めて、えー、そうしたことによっても安全保障が一向、えー、に揺るがないようにですね自分たちの防衛力整備これしっかりやっていかなければならないと思います。えー、ということで今週の西田美ョを終わらせていただきます。ありがとうございました